ダービーシリーズ2023、JBC 協会協賛、黒潮ダービー、第51回、高知優勝、12と収まって、スタートしました、おっと、9番夢の炎が後方に遅れました、現在、最後方です。 前は一段ポリゴンウェーブが出ましたこれよって8金娘ヘニーレッドが動いていってそのうちに3番のマリン・ジェミナイ現在4番手12番タイガー・チャージで1周目3コーナー目指していますブエラ・フェルテネオシエルが続いてその後のグループですが外からグラティアス・グーそして水割りをくださいデステージョ10番の BB パークス続いて最高方から9番夢の炎です全体は134馬身の隊列1周目の34コーナー中間を過ぎて4コーナーに向かっています 5番のポリゴンウェーブさあ自分の展開に持ち込んでいったか持ち合い源太です1馬身から2馬身のリードヘニーレッド2番手1周目の4コーナーから直線に向いています3番手内3番マリン・ジェミナイ8金娘が4番手12番タイガーチャージですその後1番のネオシエルが続いて中段からビービーパークスブエラフェルテが動いていった2番デステージをやや追っつけて外は8番グラティアスグー6番水割りをください最高峰9番の夢の炎で 1000m 標識を通過12頭2コーナーに向かっています さあ、5番のポリゴンウェーブです。体半分ぐらいのリード。2番手11番のヘニーレットです。あとは2バッシンがいて、3番手が12番、タイガーチャージ。4番手7番のハチキン娘。内から動いていったのは2番のデッセージョです。その後外から9番、夢の炎が一気に上がっていく。現在は5番手まで上昇です。あとの中段バグ、ネオシエルが続きました。うちにはマリン・ジェミナイ、外からは4番のベーラ・フェルテ。BB パークス・グラティアス・グー、最高峰、水割りをください。600を切りました。3コーナーカーブに向かっています。 先頭は5番のポリゴンウェーブここでは2馬身ぐらいのリードもう早くも2番手前に迫っていった9番夢の炎が先頭に変わる体半分1馬身抜けました3番手はや開いて12番タイガーチャージ400を切ってその後は2番のデステージョが単独4番手に上がっていく9番夢の炎が抜けて3馬身4馬身5馬身独走となるか2番手は5番ポリゴンウェーブ3番手12番タイガーチャージ4番手が2番デステージョ直線に向いて残り200を切りました 先頭は9番夢の炎です独走となった2番手5番ポリゴンウェーブに12番タイガーチャージ接近さらには2番のデステージョが4番手先頭は9番夢の炎その夢は三冠制覇へ燃え上がる夢の炎合輪2番手5番ポリゴンウェーブ3番手接戦タイガーチャージにデステージョが接近して3番手は際どくなりましたスタート後手を踏んだところからあっという間に前を捉えて見せた9番夢の炎圧勝で二冠制覇です 上がりの800メートルは52秒8、600メートルは40秒2です。